マクドナルド発見。よし、再開アイテム行きましょうか。はい。あ、惜しい。スター。ちょっと待って、俺さ、めちゃくちゃいい方法思いついたんやけどさ、うん、俺らミノキューズモール行かん限り今最下位確定やん、うん、万博を目指しつつキラー引くまでマックを回り続けるっていう。おお、作戦どうですか。こうぐるぐる回って今のマックで引き続けるっていうことも可能なの。いや、同じマックから2個は引けないんですよ。ただ別のマック行ったら復活するんで、うん、だから他の人らがサイト行ってる間に、うん、俺らキューズモールから直で万博目指しつつ、あ、そういうことか、マクド経由で行くっていう。はい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 、賭けだな、6分の1でしょ。賭け。まあでも打開ってそういうもんか。よし、キューズモール行くか。よし、サイト七色公園っていうところに行くんですね。はい、サイト西の結構偏僻なところにある。2つ目のチェックポイントは大阪平野を一望できる箕面市の公園、サイト七色公園。傾斜約80度のフリーフォール滑り台が名物だ。これね、結構ね、道が難しくて、はいはいはい、もうこれね、ちょっと一通まだ曲がらんよな。そうですね、ずっとまっすぐです。まずっとまっすぐで。オッケーオッケー。あ、あれ回そうなの。行きまーす。デイデイさん。デイデイさん。よし。やった、消せるやん。これ結構俺強いと思ってんの。でも今消しても見えない、意味ないの。10分やろ。うん、でも大体10分で着くんじゃなかったっけ。今使おう。よし。今はミユと京介の姿を消した。うん。どこ行ってもバレへんね。あ、ちなみに今ゼンリーなんかどんな感じか教えてほしいです。いや全然ですね、マジでみんな団子好き。でもゆうゆう赤コール2回受けてるのに普通にその3人がなかったら一番やあれ、ミユキョウスケまだミノキューズモールいるやん。え、そうな、飯食ってるの。違う、テレサだ。危な、よく思い出した。あ、ごめん、うん、もしかして左やった。オッケー、左ね。はい、キューズモール見えてきましたよ。よし、じゃあスターを使用します。お願いします。えい、ここで初めて再開アイテム持ってることに気づかれて、うんうんうん、お、タカタカチームがスター使います言ってる。何、ちなみに割と近くにいる。何、ミノキューズモールあたりにいて、うん、俺ら 400m ぐらい先にいるからワンチャン写真撮られたらやばい。ワンチャンあるな。ワンチャン、ワンチャン。ちょっと近づいてきたら言って、うん、あのちょっと横のわけわからん道入るわ。そうすろそうすろ。はい、これです。この右の建物です。はい、キューズモール撮影完了。いきますよ、頼む、キラー来い来い、えい。テレサどうしようね。一旦テレサで止めて北目指さずに次のマック目指すか。オッケー、じゃあもうここ上行かんと、うん、キューズモール右曲がっていない地戻るで。オッケー。はい、これ道なり左に行きましょう。お、これまっすぐ行けないですよね。ただまっすぐ行ってやばいです。もうガチ山の道、滝行っちゃいました。ごめん、今やばかったです。今まっすぐ行っとったら滝まで行ってました。多分、ミノーの何の滝。いや、なんか10米の滝聞いたことない。なんで、なんやそれ。モスバーガーミノー小野原店があって、その近くに豊川のマクドナルドがあるから、ここを単身とすれば2箇所をこう往復すれば。ではサイト西ルートから外れます。外れましょう。テレサ使用しようか。あ、お願いします。え、てかユウユウがめっちゃ迫ってきてます。そう、やばい、めっちゃ迫ってきてる。どれぐらい。さっき左斜め前に曲がったじゃないですか、うん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 、今のとこじゃなくてその1個前のところらへんにいます。やばいやばいやばい、結構追い上げられてる、まあ、かといってスピードを出せないんでね。うん、法定速度遵守で。はい、今トンネル入ってるけど、はい、その先ね、左曲がったところ、左曲がってちょっとまっすぐ行ったところに、うん、七色公園があるらしいです。なんだと、もうついてしまうんですか。はい、もうすぐね、小野原よ、ここ。そうね、うん、全員が再度七色公園に着いた瞬間にキラー引くまで OK やり続けよ。そうしよう。あ、ここですね、サイト七色公園。この筋右側にあるのが全部サイト七色公園です。あ、撮っていただいてもよろしいですか。はい、サイト七色公園に着きました。ここの先らしい。なるほど。あ、でもあそこになんかいるやん、あれじゃね、なんか茂桃散歩していたんやけど。ま、え、あれちゃうか。あ、じゃあこれ普通のここです、七色公園。はい、着きました。着きました。次は万博記念公園ですね。何度ここへ来てだって
ここでね、情報入りました。はい。シゲモモユキペア、サイト七色つきました。おー、早い。早いね。まだまだもうちょいあるよな。うん、でももう多分見えてると思う。看板はまだ見えんけど。これでゲットとかしたいもんだね。これでね。望遠。この遥か先にマクドナルドがあるはずですとか言って。最悪や。ちまちさんマジ何してんの？ちまちさんはもう多分遊びに行ってるって。でもあいつ、たかたかさん？うん。まあ、言うても二人で遊ぶことはあんまりないんじゃないですか。まあそうね。一緒におりすぎて。からね、そうですよ。アイテミングタイムしましょう。アイテミングタイム。じゃあ押します。はい。Go。レッツゴー。ミノリコーラ。お。三分の一や。使っちゃってもいいかもね。あ、マクドでも今看板見えてるわ。よし。まだは拾わないようにしよう。あ、そうする？まだ再開アイテムじゃない。じゃあ、まっすぐ。あ、そっか。今普通しか引けへんのか。うん。そうなんす。確かに。だって俺らが他を妨害してしまうと俺らが一生行かれへんもんな。マジ？よし、到着や。これ七色公園じゃん。ぽいねんけど。七色公園って七色公園ちょっとかも。ぽいな。回していい？何を？ルーレット。回そう。行きまーす。はーい。マークコーラ出た。今使用するとしたらやけど、もうちょっと待つ？もうちょっと待とう。じゃあアイテム引っかけたいと思います。今1位なんで普通のルーレット回していきたいと思います。ドン。ドドドドン。何が出るかな。緑コーラはですね、ルーレットにて3分の1の確率でヒットを引いた場合、次の交差点で強制右折させるということで、はい、じゃあ一旦その3分の1ルーレット引いておきますか今。はいはい、じゃあ3分の1引きます。ハズレ。はい、ハズレということで、このアイテム終わりました。お疲れ様でした。はい、マック探しますミユがね、サイト七色公園に着いたらしい。あ、成田も着いた。再改革で来た。ちょ、しげもさんにさ、しげもさん1位やんな。うん、緑コーラ使おう。 OK です。使おう。でも3分の1やからな。いきまーす。はい、ゴー。当たりか外れか、どっちなんだい。あーたー、当たる。当たらない。当たらない。いやー、パワー。はい、ということで、はい、サイト西ですね、ここモノレールの終点ですかね。そうなんや。行ったことない。まっすぐ？ずっとまっすぐです。オッケー。ずっとこのモノレール上だと思ってください。そしたら多分万博の七色の七色のタランタランタ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 ン七色の塔じゃなくてあれです、なんか太陽の塔です。そうです、太陽の塔の写真撮ったらいいんですかね。うん、そう、あ、太陽の塔で大丈夫だと思います。オッケーです。3つ目のチェックポイントは万博記念公園。約260ヘクタールの敷地を有する広大な公園だ。太陽の塔やエキスポシティなど目印になるものが多いチェックポイントだ。はい、よし、モス到着。というわけでモスバーガーです。でー、オッケー。ここで他3人がサイト七色公園についているということで、うん、アイテムを引きたいと思います。完璧だ。頼む。ゲッソー。全員が取ったか。うん、よし。あ、でも結構あれだね。もう今使っちゃう。うん、じゃあ行きましょうか。出発。だからマクド目指しますよ。うん、なんか言われてる。ゲッソー使用します。ガソスタ入ってくださいやって。あるか、こんなとこに。お、ゲッソー使用します。なに、ガソスタ入ってください。誰が使った？許さへんぞ。タカタカチマチチーム。本当はどうでもいいわどうでもいい。出ました。どうでもいいわ。どうでもいいらしいよ。まだ七色公園にも来てないよ。ちまちたかたか、どうでもいいらしいよ。どうでもいいわ。ゲストを使用します。ガソスタ入ってください。ふざけんなふざけんな。ガソスタはない調べますね。ガソリンスタンド。たかたか、ふざけんな。ついにゲストが発動し、全チームが阿鼻叫喚の事態に。ちまちチームはこの混乱に乗じて打開を決めることができるのか。だってもうみんなサイト七色公園に行った上でさ、もう豊川ら辺にいるから、うん、最下位は変わらずなんですよね。ちょっと思ったよりこの作戦時間かかってますね。キラー出ても1位にはなれへんな、まだ。そうなんだよ。あ、先にね、コスモ石油があるわ。お、でも右手にある。これ見えたけど。ここ右や。見えたけど。行きましょう。コスモ石油ガソスタ前着きました。寄らんでいいのね。寄らんでいいです。満タンなんで動画撮るだけで行きましょう。よかったです。はい、
これ右、このタコ、ここがあれです、万博記念公園駅、右側。あ、見えた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 見えました。まあ、エキスポシティ撮ってたら多分分かるんで。万博記念公園に着きました。イエーイ。やば、シゲモモユキペア、万博記念公園着いた。早い早いな。くそ、万博の後はアサヒビール行って服部緑地、万博行った後にまたその作戦でぶっ飛ばして服部緑地に行く説が、うん、それもあり、ね、打開2連続決める。やば、ここ万博公園着きましたって。シゲモモさんめっちゃ早いねんけど。早いわ、早すぎよ。しゃあない、あそこはペアがゆうきさんや。いや、違う違う、もしかして。ミスが1個もない、多分。さあ、もうそろそろ着くんじゃないですか、万博記念公園。もうすぐですね。次、左曲がって。あ、待って待って、見えた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 。お、見えた。アイテム引きます。はい、まだ1位なんでね、普通アイテム引いていきたいと思います。はい、ドン。何が出るかな。あ、ゲッソー。はい、来たー、来たこれ。ゲッソー来たこれ。椅子使います。じゃあ、ミュウとキヨスケがガソスタついたらゲスト使いましょう。ガソスタに行きましょう。マクドナルド、あの赤いやつ、あ、取れそう。ここ食え。あ、映りました、マクドナルド発見しました。頼む、次こそ出てくれ。頼む頼む、ここで出ないと生活が終わるんだ。ではアイテム引きたいと思います。はいはい、行きますよ。えい、さあ、そろそろ出てくれ。あ、欲しい、スターモスバーガー目指しましょう。はい、ガソスターありました。ガソスター次マジだ。あ、マックありました。マック、はい、ガソスター着きました。ガソスターの真横にマックがあるので左の駐車場に入って、でね、ミュウキョウスケが、ガソリンスタンドに着いたらめちゃくちゃ、性格の悪い。あ、あるやん、取って。はい、ガソスター。いや、やっとあったわ。今動画撮りました。よっしゃ、ゲストを使用しましょうか。じゃあ、オッケーオッケーな。何、ゲストを使われたって。ゆうきさんとしげももさん、ちょっと意地悪すぎやん。ゲストな、いっちゃ腹立つね。ゲストがそうしたやで、またえ、どうするある。はい、ということで、はい、今ね、はい、あの、しげももさん、ゆうきさんチームから、はい、ゲストを食らったので、あ、はい、もう一回ガソスタに行きましょう。いらんって、やった、はい、ガソスタ、やったし、ちゃうやつ、ちゃうやつ、けや。うわ、何、今ちょうどゲッソーが来ました。うわ、てかめっちゃ性格悪いです。私ミユにガソスタまだって聞いて、うん、今動画撮りましたって言われた瞬間ゲッソーしましたって。マジ性格悪いことしました。終わってる、終わってるわ。すいません、めちゃくちゃ性格悪いことしました。ミユごめんね。はい、ということでね、はい、今ちょっとゆうゆうの後ろの方にちょっと軽くうっすらと見えてるぐらいなんですけど、はい、太陽の塔がちょっと見えてるかな、これ。なんかちょっと回ったところに多分太陽の塔見える場所があるから、ずっとまっすぐでいいよ。はい、ガッシュ見せたあんたちょっとね。あ、でもまっすぐ行った先にあるな。あー、どう、コスモ石油セルフピュア万博前ってのがある。注文すぐ行けます。行きますか、まっすぐ行こう。ちょっと、ま、太陽の塔の前に行きましょう。はい、ちょっと道なりで、最終的に左、最終的に左。でもちょっと、もうちょっと道なりちょっと道なりって何なんだから、どの単位なそれは。また、信号3つ分、信号3つ分ね。そう、そういうの、そういうの、そういうのよ。やった、褒められた。いいな、えらいえらい、もうそれがナビっていうやつなの。モスバーガー、先ほどと同じところに帰ってきました、モスバーガーです。じゃあまずスター使用してアイテム引きます。頼む。うわ、くそ、トゲゾーコーラ。スターよりは使えちゃう。うん、あった、あっち、あっち、角度ある。お、待って、開くな。熱い熱い熱い。パッて、ね、コスモ石油取って、でアイテム取って、さらに、はい、行っちゃうと。ゲスをクリアで、マクド取っといて、アイテムを引きます。はい、テレサ、テレサ、テレサということで、どうします、早速使いますか。テレサ使いましょう、もう使っちゃいましょう。だってもう万博そこやもん、うん、トゲゾーさ、いつ使う。もう今使うか、ちょっとしげもさんがね、うん、リードしすぎなんで。わ、トゲゾーコーラ使用されました。てか、トゲゾーコーラ使用されて今マックいるんで、うん、よくないですか。はい、ということで、はい、今ね、
ちまちたかたかチームにトゲゾウを使われたんですよ、はい、今1位なんですね私たち。はい、そうなんです。なんでトゲゾウはどこかのお店で飲食する。なんと今ちょうどお腹減ったんでお昼ご飯にマックに来ました。はい、なのでこれトゲゾウ消費とさせていただきます。はい、ありがとうございます。うわいいな。しげもサンドさんトゲゾウコーラ使用されてその飲食してる。ちゃうよ、勝手に言ってないよ俺ら。お腹空いてんもんな。いけるこれ、いけて入りたいんやけど、入りたいんやけど、これおい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 ちょっとこれおいこれおいこれこれおいただいまーということで、あれマクドもう一回来たね。同じとこ、同じとこはこれダメでしょ、同じとこは使えないよ。はい、今ね稲市沿いのマックモスを単振動して、うん、アイテム周回をするっていう作戦をしてたんですけど、作戦変更です。もうサイト七色公園は飛ばすって確定しました、僕らの中で。アイテムはまだ出てないからね、うん、なので万博記念公園で近くでキラーを引いてサイト七色飛ばして一気に万博入って、でその後にまたアイテム周回をして、うん、アサヒビールを飛ばしてで、緑地公園、服部緑地に行くという。やばいな、なんか借金してパチンコしてる気分やな。やっぱこれぐらいまで追い詰められないと優勝はできひん。はい、ってことでマクドに着いたので、はい、引きます。ルーレット、ルーレット引きます。1位なんで普通のルーレットですね。はい、いきます。ドン、ゼロッタ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 、緑コーラまだかーい。もうええー、でーじゃあ緑コーラの当たり外れやらせてもらいます。えい、外れー、ありがとうございます。無意味。あ、エキスポでもいいの？お、エキスポと、え、エキスポ、あ、あ、あ、エキスポでもいいの？すげえ暴れるぞ。ちょっと待って。すげえ暴れる。じゃあ俺ら戻る意味ないけど。すごいみたいな感じで暴れるぞ。待って。エキスポ取ってた？でも。取ってたかちょっと怪しいかもしれない。あ、でも取ってる取れ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 てる。じゃあもういいや、行こう。取れる。じゃあ今俺らも、俺らも行けてました。今認定されたということで。次どこやったっけ？アサヒビールやんな。うん。よし、マクドの看板が見えたぞ。あ、これか。あれだ。あ、これや。はい、あのマクドナルドの店が映りました。アイテム行きます。ここで出なかったらだいぶ苦しい。行きます。頼む。頼む。どこまで行くやろこれ。やば、やってもうた。待って、ここ先んとこや。なんでなん、あいつらはなんでなん、怖いねんけど逆に。でもな、また表紙みたいなんのよな、これ。3番目のチェックポイントを通過したチームは現れ、ゲームは中盤戦へ。度重なる月層の応酬に1位に襲いかかるトゲゾウコーラ。激戦の一途をたどるこのゲーム、制するのは一体どのチームだ。